ない無限大の未来を描く、そのために。宇宙監獄サルガストの凶悪な宇宙人たちが惑星狩りを開始した。地球の平和を守るため宇宙警察機構のブレイブ星人が力を与えた勇者たち、その名はダグオン。彼らに今新しい仲間が加わった。突撃ダグドリル。私のドリルライナーを。どうじゃ、ピッカピカじゃろ。なんせ一晩かけて磨き上げたんだからな。なことでいちいち呼び出すな。勘弁してくださいよ。もう少しでエリカちゃんとキスだったのに、叩き起こすなよな。学校の風紀どころか我々の眠りまで乱すとは許せん。たくも、もしサルガストの宇宙人か。ブレイブ星人、トライダゴン。逃げるんじゃ、ドリルクラッシがドリル劇。無駄に張り切りやがって、こっちはとんだ迷惑だぜ。たく、そんな暇があるんならな、パトロールでもしろってんだよ。なんじゃと。お、やるか。よせ、二人とも。まさにその通り。さすが我が友エン。はあ、よし、そうと決まれば二人で友情のパトロールじゃ。いざ発進。おい、ちょっと待て。おい、元気、待て。まあ、本当に二人で行っちゃったよ。まったく単細胞なやつらだ。やはりルイは友を呼ぶんだな。世紀の一品。さて、どなたがお買い上げくださいますか。何が欲しいんだろう。女神像一つ。
はい、リナーキン星人様、女神像を見事落札。しかし平和じゃのう。わしの活躍をみんなに見せてやりたいのに。なあ、エム。うるせえ。何が友情のパトロールだ。人を勝手に連れてきやがって。なんかこう、むしゃぶりというか、うつうつするわ。なあ、エム。お前な、人の話聞いてんのかよ。で、ああ、危ねえだろ、気をつけろ。よ、手を振っとる。おーい、あ、この下手くそ、俺を殺す気か。何をするんじゃ。なのに乗ってたら命がいくつあっても足りねえんだよ。わしのドリルライナーにケチをつける気か。友と家でも許さんぞ。だったらまともに操縦しろよ。えい、黙るけ、ケチろい。なあ、俺に偉そうに、このド素人の死に見野郎が。こら、なんじゃと。おどかすな。なんだ。あれは。こんな遠くまで来てたのか。その宇宙人め、このゲイキ様に会ったのが運の尽きじゃい。邪魔をするな。わかっとるわい。目的の城だ。うりゃあ、な、なんだと。どんなもんじゃい。えん、これぐらいでな。おいおい、何がどうなってんだ。あ、はあ、この水晶の檻は何だ。心配無用じゃい。敵の宇宙人はすでに宇宙船ごと撃墜した。やつめ、断末魔のあがきでこんな迷惑な檻を作ってくれたが、このわしに任せておけばすぐに脱出じゃい。誰だお前。なんの、ガク君。いきなりわしに任せるって、そもそも何者なんだよお前。わしか。教えてやろう。おほん、わしの名はドリルゲキ、なんと6番目のダゴンジ。そんなこと言ってダグオンの偽物じゃねえの。なん、だってそんなダグオン知らないよ。自称ダグオンクラブ会員ナンバー1番の俺が言うんだから間違いない。待ってくれ、わしは今度入った新人のダグオンでだな。
困ってる困ってる。ああ新入りは辛いよな。わかったわかった、ちゃんとみんなをここから脱出させれば文句はないな。ふん、ダメだこりゃ。まったく。単細胞の上に石頭じゃ処置なしだぜ。地上がダメなら地下からって発想くらいなくちゃな。なんだよ俺のアイデアじゃんか。でもほんとあの新入りダグ王に任せてたらどうなるか分かんないもんね。やたらと張り切ってるけど全然役に立ってないみたいだしさ。なになに？脱出できそう？あ、よくできた水晶だ。もうくたくた。これからどうする？あ！貴様ら！よくも我々ヌーベル星人のオークションをぶち壊してくれたな。お前たちさっきの宇宙船の生きてたのか？償ってもらおうか。お前たちの命で。あれか、クリスタル化した町は。おかしいですよ、あのクリスタルの中温度が急上昇してます。そうか、水晶がレンズの役目をして太陽光線を。ああ、あれを見ろ。なぜじゃ、こんな壁一枚破れと情けない。ないのか。なんだ。
こいつが事件の張本人か。クリスタル像の輸送船が到着したな。なんだと。お前たちもクリスタルレーザーで見事なクリスタル像となり、オークションで大金持ちの宇宙人に買われるがいい。熱い。ガク。ガク。助けることもできん。ほんと頼りにならんダグオンチ。エン。この。何の真似じゃ。これくらいで音を上げるようなヤワなやつとはな、見損なったぜ。まったく飛んだダグオンだ。なんじゃと。それでも本物のダグオンかよ。エン。今この危機を救えるのは。お前しかいないんだ。私が間違っていたわい。劇。よーし、本物のダグオンの意地を見せてやるわい。レイクホイール、ファイナルバスター、ウィザード台風。ダメだ。これじゃ間違う。セロットリルライナー劇。このくらいで負けてたまるか。わしは頑張れドリル劇。わしはダグオンチ。あれは融合合体。増えたな。
やすっごいパワーですよ、ダグドリルって。僕の計算によると最後にいいとこ持ってかれたって感じだぜ。ま、仕方ねえな。今日だけは花を持たせてやるか。そうじゃろう、そうじゃろう。仕方ねえな。ダグオンクラブ会員ナンバー1番も認めるよ。本物のダグオンだってね。ガク君、そっか。あれ、泣いてんの？違う、これは心の汗じゃい。変なんだよ、いつものことだろうが。だってフェニックス星人やキラード星人やガロン星人や。なんだって、前に倒した奴らばかりじゃねえか。きっとこの裏では恐るべき何者かが糸を引いているに違いありません。強敵ですよ。次回、勇者司令ダグオン、男、涙の友情合体。つまりダグドリルが合体するんです。一体誰と。